やっぱペコーラさ、なんで金ちゃんの時10連だったの？意味わかんない。やっぱ、物欲センサーペコなのかしら。マジ金ちゃんの時ほんと10連でポだったんだよ。まあ出ないやろポチ。それは今望んでんだよ。まあ一回ちょっとオベノンいらないって言ってみるわ、心の底から。実際さ、コヤンスカイの方が欲しくね。そうだよねみんな。まあ一応なんか強いって言うから引くけど、別にいらないよな。別にな。まあ70レベルいくけど、まあ、別にさ、2ランクでコヤンスカイの方が欲しいな。頼むって出ちゃったよ、言葉で。頼むって出た時点で終わってるけどな、もう物欲の塊でしかない。じゃあ行かないわ、もう最悪だわそれ。じゃあ行かないわ、もうごめんなさいしか言いようがない。オベロンにその手は聞きませんよ。そうなの？オベロンというさ、子がどういう性格してるかが分かってねえペコだから、そういう駆け引きに来ないの？じゃあ分かった、下手に行くわ。靴舐めますからお願いします。お願いします、オベロンさんの靴舐めますからお願いします。踊りもできます、オベロンさんのために踊ります。でも大丈夫、きっと来てくれると思うんだ。だってむしろさ、こんなに欲しがられるって嬉しいことじゃない？みんなこんなにも望んでさ、欲しいや。待って、ペコーラがさ、コヤンスカヤーも欲しいって言ったから嫉妬してる？待って、オベロンさんはそういうタイプ？ちょっと教えて。オベロンさんはなんかそういう、なんだろう、嫉妬しちゃうタイプかな。あの子も欲しい、でも自分のことも欲しいって言ってるって、どういうタイプ？オベロンなら嫌がる？オベロンは天の弱。天の弱か。どうでもいいと思ってる。おい、マジか。じゃあ、ただの気まぐれで来ねえのかよ。来てくれよ、頼むべこだから。ここがカルデラ？はい、そうでございます。話には聞いていたけど、実際に来ると本当に身震いするな。自己紹介、自己紹介。はい。僕はオベロン。妖精王オベロン。妖精王？この通り、お飾りの王様だけど、場を和ませるのだけは得意でね。いや、まだ強いと聞いております。微力ながら、君の力になってみるよ。ありがとうございます。そうじゃん。え、めっちゃいいとそうじゃん。なんかひん曲がってるってあたち言ってたけどさ、ザ王子様みたいな感じペコじゃん。いいやつよ。イエーイ。わっわー、仮面の力かわかんねえペコだけど、オベロンゲットしたよ。90連なら勝ったもんだろ、勝ったもんペコだろ。なんとかかんとか大好き、なんとかかんとか大好き、なんとかかんとか、なんとか。